情けねえな。シルクがいないとその様かよ。え、イノシシさんよ。ありがたく思いな。戦友のこの俺が引導を渡してやるんだからよ。うまかったよな、戦の後に組み交わした酒の味は。貴様、どこのどいつだ。邪魔立てする奴は。無事か、メリア。兄上。カリアンさん、こいつはザンダの巨神の手下だ。シュルクはこいつに背中から撃たれたんだ。それは本当か。ディクソン。だがここまでだ。いかにテレシアといえど、これだけのハウレスの部隊、遅れは取らぬぞ。威勢がいいのはいいけどよ、ちったてめえの足元を見た方がいいぜ。あ、てめえらの運命すっかりと忘れちゃいねえかい。なあローランよ。な、ローランだと。そなたも関係しているというのか、ローラン。殿下、純なことは結構だけどね、それだけに滑稽なのよ。ほんと御しやすかったわ、あなたもソレアンも。な、なんだこの光は。それは巨神が破壊と再生のために放出したエーテルの粒子よ。どうなるんだっけね、これだけ濃度の濃いエーテルにさらされたハイエンターは。まさかお前は。目覚めなさい、私の可愛いしもべたちよ。あれはテレシア。勘違いしないでよ、ハイエンターはこうなるために生まれてきたんだから、私のせいにされてもね。どういう意味だ。言葉のまんまだぜ。ハイエンターってのはな、巨神再生の際邪魔な生命を刈り取るためにザンザ様が作られた種族なんだよ。その体のうちに時が来たらテレシア化する因子を組み込まれてな。バカな、そんなことが。そうなのだ、メリア。だからこそお前は我らの希望だったのだよ。アニュー。そうさ、ホモスと混じるとどういうわけかテレシアかしねえんだよな、これが。ま、しねえやつはしねえやつでテレシアで勝っちまえばいいってな。お前の存在価値なんてそんなもんだぜ。さあ刈り取れよ、可愛い妹をその手でな。お前に重荷を背負わせて。何を言うのです、兄上。だが私とて高家に生まれたもの、お前の背負った宿命肩代わりすることぐらいはできる。しぶてえ兄ちゃんだな。往生際が悪いこと。まさか。兄上。メリアよ、父の望み
イエンターの未来託したぞ、シルク殿と共に。落としなさい、テレシアたちよ。リクソン、わかったな。遅い、やろう。